こんなセリフを言われると男性はその女性を愛おしいと思ってしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。その言葉を言う方はそんなに深い意味はなかったのかもしれない。しかし言われた方とするとね、その言葉にビビッと反応して、あ、この人いいかも、そんな風にね、思ってしまうことってあるんです。特に女性が発する言葉で男性がその女性をね、愛おしいと思ってしまう言葉がある。今日はその代表的な、言葉5つご紹介をしていこうと思います。あくまでもね、その場を愛おしいな、あ、いいなと思うっていうところが基準であって、そこから先ね、本気で好きかどうかっていうとまたこれは別の議論になるんで、本気で好きかどうかをね、確認する方法、彼があなたをね、真剣に愛してくれているかどうかという話については、こういう動画でご紹介をさせていただいています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てますから、まあ、こちらの方でね、ご確認いただいたりとか、関連する動画このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてそちらをご覧になっていただければいいんだけども、今日は、まあ、何気ない会話の中でもね、男性が、あ、ちょっとこの人いいかもなと、あ、愛おしく思うわこの人のことと、ね、思ってしまうような女性のセリフは一体どんなものなのかというものについて、5つのポイントでご紹介していきたいと思います。もちろんここでご紹介差し上げる話が全てということではないので、個別具体的にね、こういうケース、ああいう場合はどうなんだという個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄にリンクが出てます。そちらの方から飛んでいただくとか、こちらの方にもね、リンクが、同様のリンクが出てると思いますので、こちらの方から飛んでいただいて、お申し込みくださいませ。ということで、今日は男性がね、女性に言われると愛おしいというふうに思ってしまうキーワードは一体何なのかということで、5つご紹介をしていきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、あなたにだけというやつですね。この特別感を持ったキーワードを言われると、まあ、男の人はね、それだけでこう自尊心が満たされるんですよね。まあ、女の人もね、男性からこれは君にだけなんだと、お前にだけだっていうふうに言われれば、まあ、確かにまあ嬉しいなって思うことってあると思うんですね。男性の場合はそれがより一層顕著で、なぜならば男性は常に階層、まあ、ヒエラルキー、他人との序列っていうのはすごく気にするので、あなたにだけと言われることはね、俺は他のやつらに比べてちょっと上、あ、俺だけちょっと特別扱い、俺はあいつらよりも上なんだってね、まあ、そこまで思うかどうかは別にして、まあ、そんなこう無意識の意識が働くんですよね。だからこそ特別扱いしてくれる人というのは自分自身の自尊心を満たしてくれる人だから、その人のことをやっぱり好きになるし、そう常に言ってくれる人のことはやっぱり愛おしいとさえね、思いますよ。だからこれは、あなたにだけ言うんだけどとか、これはあなたにだけ見せるんだけど、これはあなたにだけ話す話ねというように、もう特別限定的な意味合いのあなたに対してこれをお伝えするんですよ。他の人にはそうしない、あなたにだけだよと言われるとね、まあ、それだけで好きになってしまうというね、まあ、特にまあ単純な話ではあるんですけどね、まあ、よく飲み屋なんかでもね、こう女の子がおってね、もうこれはね、もう私のこういう過去のことはもうお客さんにだけ話するからなんて言われるからね、お、そうなんだ、俺にだけ話してくれるんだ、ありがたいねなんてね、やっぱりこの子の子好きになっちゃうかな、店通っちゃうぞなんて思ってると、まあ、その子はその子でね、実は他の客のところでも全く同じ話をしてたりするわけで、まあ、その他まあみんな分かっていながらもね、やっぱこれだけって言われちゃうとちょっとね、まあ、心惹かれるというか、好きになってしまうことが多いので、ぜひ、まあ、どなたかにね、あなたの大切な人とかにこう何か伝えるとき、何かに話をするときに、あなたにだけ、そんなことをね、伝えてあげていただくといいと思います。さあ、そして2番目です。はい、あなただから大丈夫、まあ、あなただから安心とかね、まあ、そういう方でもいいと思います。まあ、いわゆるこう信頼ですよね。信頼感をお相手に伝えるということ。まあ、この仕事はなんとかさんだったら大丈夫だよねっていうふうに言われれば、まあ、それはね、女性であれ男性であれ、あ、信頼されてるんだっていうふうに思うから、それだけでこうやっぱり嬉しくなるし、そういう人のために頑張って働こうかなとかね、頑張って仕事しようかなとか思ったりするじゃないですか。一方でね、まあ、ちょいちょいこう口出してきたりとか、なんかいちいち疑いかけられて、大丈夫、これできてんの、やってんの、
どうなとか言われたら、うるさいのはとかね、やっぱり思ったりしますよね。あなただから大丈夫、そのあなただから信頼してますよというキーワードは、やっぱりこう自分自身のさっきのね、一番と同じ自尊心を満たされるし、そして自分を信頼してくれてるんだということは、イコールその人のこともね、やっぱり信頼でお返ししたいというふうに思うわけだから、まあ、結果的にそこで信頼関係って生まれてくるわけですよね。まあもちろんね、心の中では信頼してるとか信じているっていうのは分かってるんだけども、まあ、それをねあえて、あなただから大丈夫だよね、あなたがいてくれればもう安心だとかね、この人に任せておけば、まあ、全てはうまくいく、まあ、そういうふうにこう言われるような人で、まあ、みんなありたいじゃないですか。そういうふうに思わせてくれる人のことを、まあ、人は誰であれ、まあ、男もね女の人もそうだと思うんですけど、やっぱり好きになったりしますよね。まあ、だからそういう意味では男と女の関係もね、常にやっぱりこう信頼関係が大事だっていう話はもうずっとねこのチャンネルでも差し上げていて、こういう動画の中でもお話しさせていただいています。まあドキドキするかしないかとかね、見た目がどうとか条件がどうとかっていうのもあるんだけど、結果的にこの信頼関係、あなたを信じてますよというアピールが一番大事なんで、こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。だから信用してくれている人、そして信じてくれる人のことは誰であれ、愛おしいと思うよねというお話でした。さあ、そして3番目です。はい、これはねこのチャンネルの中でもずっとお話し差し上げている話なんで、覚えていただいている方も多いと思いますが、助力を求めることですね。まあ助けてほしいというふうに言うと、まあ男の人はやっぱこう助けたくなるんでね、助けたい生き物だったりするし、助けてくれっていうふうに言われると、それはイコール自分のことを必要とされてるわけですよね。必要としてくれる人のことは嫌いにはなかなかならないし、むしろ好きになったりしますよね。だからこそあなたがね、ちょっとこれに関して力を貸してほしいんだ、これに関して、ちょっと教えてほしいんだとかね、まあ助けて教えてもそうなんだけども、まあ、彼の力を求めてるんですよ、私はあなたのことが必要なんだということを伝えてあげると、そうかそうか、じゃあ俺を必要としてくれる君のために人肌脱いじゃうぞというふうに、まあそこまで思うかどうかは別にしてね、考えることが多いので、まあだから得てして、まあどんな人からも可愛がられるというかね、まあこれご年齢関係なく、まあ声かかる人っていうのはやっぱり自分から常にこう、まあ、助けを求めに行ったりとか、まあ、自分にとって何が必要かっていうことを、人にね、まあ、はっきり言って、まあ、私こういうことでちょっと足りんから、この部分ちょっと悪いけど力貸してくんないかなとか、これ、分からんのだけどちょっと教えてほしいんだけどもということを、まあ、言うと、まあ、男の人はやっぱこう教えられる、助けられるということで、ちょっとこうマウント取れて、そして自尊心を満たすことができるから、そういう人のことを可愛いと思うとか、また愛おしいとね、思ったりすることは、往々にしてよくあると、いうことなので、まあ、ぜひね、助けを求めるとかね、教えを請うという、この話、いろんな場面でね使ってみていただきたいなと、思います。さあ、そして4番目です。はい、もう無理ですということで、まあこう泣いてへこむとかね、まあ、ちょっとこうしんどそうな表情をされてると、まあこれはお相手との関係性にもよるけど、まあ、男の人はやっぱり女性がね泣いてたりとか辛い状態にあれば、それは手を差し伸べたくなったりもしますよ。力を貸したいなというふうに思うこともある。いや、それは単純にさ、自分が悪いのを棚にあげて、なんか自己憐憫でねピーピー泣いてるだけの女の人とか、まあ男の人もそうだけど、まあ、そんなのは別に放っておけって話じゃないですか。ただやっぱりこう力を尽くして頑張ってやるだけのことやってね、だけどまあ結果うまくいかないとか、まあ真面目にね取り組んでるのになかなかね望むような、結果を手に入れることができない、だから悔しくて泣いてるとか、ねまあ、悲しい思いをして理不尽な目にあってね、まあ、へこんでるとかいう人がいれば、それはまあ助けたくなっちゃいますよね。しかもまあもうちょっとねこれのまんまだと無理かもしれないと、いうことまで言われれば、まあ、確かに男の人としては、まあこれは男女逆にしてもね、人としてやっぱり助けたいなと思ったりするじゃないですか。そしてその助けたいという思いがね、まあこれ悪い言い方になっちゃうけど、まあそれもねやっぱりこうマウンティングというか、自分で自尊心を高めるきっかけになったりするんですよね。この助けられてる自分が結構かっけえな俺っていうような、そう思ってるわけじゃないですよ、そうはっきりと思ってるわけじゃないけど、そういう心の動きがね少なからずあったりするんですよね。だからこそやっぱりね、男の人って弱そうな女の子ってね
やっぱり好きだったりするじゃないですか。守りたくなっちゃったりしますよね。まあ、それが時にこうちょっとメンヘラっぽい感じのね女の人でも、まあ、男の人は助けに行っちゃったりとかそこに振り回されることになっちゃったりするんですよね。だからそういう話はね、差し上げましたよね。まあ、ちょっとこう多少ねこう入れてる女の子の人とも女の子のことでも男の人はね、割とこう助けに行くのが大好きだったりするんで、こちらに画像が出ていてこちらにリンクが出ています。だからさっきのね3番目に言ったようなこう助力を求めるということをちょっと超えてね、あもう無理だわ、わ私も全然ダメです限界ですみたいなことで、まあ、泣いてへこむぐらいの状況になっている女性に対して男の人は、まあ、無意識のうちにねやっぱりこう、まあ、助けたいという感情からまた、助けられる自分かっけえっていう思いから、あ愛おしいな、そういう思いをさせてくれるこの子愛おしいなっていうふうに、思うことがあるので、まあ、あんまり使う機会ないと思いますけどね、まあ、ご参考までにと、いうことです。さあそして5番目です。はい、どうすると嬉しいというね、どうすると嬉しいというか、まあ、どうするとあなたは幸せになるとか、まあ、どうするとあなたはハッピーになるという言い方でもいいと思うんですけど、あなたの望みを聞かせてよ、あなたにとって何がね最高なのか、あなたが今望んでいることは何なのかということを聞かせてっていうふうに、まあ、聞いてあげると、男の人ってね割と自分から言わない人が多いので聞かれると答えたくなっちゃうんですよね。そして聞かれるから自分の答えを言いながら、あこの人は俺の望みを叶えようとしてくれてるのかなとか、まあ、叶えられないは別にしてやっぱりすごく気を使ってくれてるんだなというふうにそれは思いますよね。これは男女逆にしても同じでね、君はどうすると嬉しいのって言われたら、あなんかすごく聞いてくれて気遣ってくれてありがたいなと思ったりもする。それが時にありがた迷惑だったりする場合もあるけど、でも望みを聞いてくれる人のことを悪くはなかなか思わないですよね。そしてそれはあなたのことをもっと知りたいとかコミュニケーションを深めていきたいというサインでもあったりするのでね、そう言ってくれる人に対して、あそうか、じゃあちょっと好きになろうかなとかね、好きになろうかなってことはないか、まあ、なんとなく無意識のうちに、まあ、愛おしいなというふうに、思ってしまうことがある、まあ、なのでちょっと彼の気持ちをねこっち側に向けたいとか、まあ、彼女でもいいんですけど、まあ、どうされるとハッピーになりますかとかね、まあ、どうすると、気持ちよくなりますかとか、どうするとあなたは笑顔になりますかとか、まあ、そのために私ができることって何っていうような話をこう、ね、話を聞いてあげると、まあ、そういうことを言ってくれる人のことは割とコミュニケーションも取りやすいんでね、関係も深まりやすいので、自然に愛おしいと思われることが多いのではないでしょうかというようなお話でした。さあということでザザッと5項目、ご紹介を差し上げました。これご覧になっていただいて分かると思うんですけどね、まあ、これ別に恋愛とかね、男女の関係に限らず、まあ、どんな場面でも同じだっちゃ同じなんですけど、大概やっぱりコミュニケーションスキルが高い、まあ、もしくはこう人を引きつける、また人から愛される、そういう人ってね大概こういうことをやっていることが多いんですよね。だそれが愛おしいという感情にまでいくかどうかは別にしても、まあね、お相手からは少なからずネガティブに思われることはないですよね。ただこれは男女の関係になっていて、ある程度のお互いね関係が成立している状態なのであれば、さらにね、こういうことを使っていただくと彼の気持ちを愛おしいというところまで引き上げていくきっかけにしていただくことができるので、ぜひ参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。